think you're better than me, Paul? You think it's because you're angrier all day, you're higher than me, you're better than me? Yeah, well, I got news. You're not. I have a body, I can think. Yeah, you are not better than me at all. Yeah, I'll teach you. А вот Сиднейская опера, знаменитый зал. Не часто там проходят бои профессионалов, но вот тот самый случай. Алекс Темельков, прибывший из Македонии в 14 лет и в первом же бою завоевавший титул чемпиона Австралии в первом среднем весе против Кена Солсбери. И смотрите, что происходит. Недовольный удар по голове. Секундант прилетает тут же. Другой секундант, и началось. Рефери уже вовлечен в поединок. Рефери проводит пару очень неплохих ударов и никак не может остановиться. С удовольствием бы секунданты записали на свой счет 1-2 нокаута. Но дальше возник, к счастью, дело не пошло. Вот такой вот бой. «Ночь в опере». Помните такой альбом Queen? Бывает и такая опера. И арию исполнили здесь секунданты и рефери, а не боксеры. これもいってる。ほら、もう一人。
내가온다게나지신나요아독사사는뭐미인놈의낯상아리야パフォーマンスもご覧のダンシングいつもより多く待ってますサービスですにゃんそんでもって見て見てこのバットマンマークヘア素晴らしいデザインわあいいねほらいったうわステップだっていいよノリノリだよおいらおはい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 器用だね、うん、私嬉しくて宙を舞っております私なんか本当に回っちゃってるもんねと言っても物事には限度というものがございましてさあ一丁やる気満々のファイトで一発かましとめて今日は行くでとゴングは鳴ったんですけどなんだこの人えおいおいあんた一体何それねちょっとボクシングやってよボクシングをすんごい速い動きでいいんだけどちょっとボクシングやってよああちょっと何だよこいつあなんかだいぶ変だぞおいちょっと離れてねなんかちょっとやりにくいんだよなすっげえやりにくいんだよなあんたビビってるぜほら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 俺ねチャップリンの映画でねボクシング始めようと思ったんだよねほらビビっちゃダメよビビちゃんおいでよほらもうこんなさパンチ出してみるじゃないよね当たるおお当たるじゃないおお当たるおお当たったよ当たったよちょっと待ってよねえあーってぶってくるのよやだ君めっちゃ面白いんだけどねもっと1分だねキャラがいいよキャラはねこの仕事向いてないからねダメダメダメはい帰ってゴングとともにインターバルよくやったよお前あんたもなちょっとあんたあっちよ帰ってもう人間極限状態になると何をしてたか分からないあらパンツ下げちゃうなんだよこれ同じクラスかパンツと僕のパンツお届いたよ届いたよほらジャンピングパンツだあー当たったやったやった俺やったよすんげーエキサイティングだがクライマックスになるとあっちっておおお何やってんだよアーティネット状態だよおいおいおい中でも必殺技ロープの外にさよならパンチだほらいけあいっちゃったこちらは一発逆転体落としああいっちゃったいっちゃったよああ関係者皆さんありがとうございますおお助かったおおすごいもらったおすごいすごいロープがまた落っこっちゃったよあ助かりましたそんでもうちこちらはおリングアウトで真っ逆さまにああ痛そうやっぱりボクシングの醍醐味は崩壊痛快爽快おいおい大丈夫か入ってくないのパワフルな KO シーンその真髄をインタビュー特集とくとご覧ください